結局まだ教皇庁に残っているのね。体制に問題があるのは分かっている。だが教皇庁の持つ技術力は捨てがたい。必ず内側から変えてみせる。熱い人になったわね、あなたも。誰かの人間性に見せられたのかもしれんな。町を邪妖から取り戻すほどね。あなた有名人よ、ユーラルムの英雄だって。それでホテルの経営まで続けるなんて、お客さんが殺到するんじゃない？あいつらの帰ってくる場所をなくすわけにはいかないからな。そうね、頑張って。あなたに光の加護があらんことを。博士、客室の準備が整いました。そうか、明日はいよいよオープンだ。今日はしっかり休め。しばらく忙しくなるからな。嬉しい限りです。それではお先に失礼します。いつでも帰ってこい。ホテルエテルナは永遠だ。ベルーシカ、いますか？はい、ここに。もう休んでいいのですよ。あなたの体はもう限界を超えているはず。それでもまだ生きています。生きている限り俺は戦います。たくさんの人を救うために。アルーシェもまだ生きている。生きてこの世界を救う戦いを続けている。俺はアルーシェと共に戦いたい。そうですね、この世界が続いているのは彼女が戦ってくれているからですね。次の指令です、ベルーシカ、受けてくれますね？任せて。出来はどうだ？前に作った究極のチョコの味に達してます。量産もできるようになりました。でも約束したんです、もっと美味しいものを作るって。もっともっと美味しいものを作って、それを量産して世に広めて、そうすればいつかあの人の口に届くかもしれません。エレノア。まあ今は目の前のことに集中ですね。そうだな、忙しくなるぞ。これから明日はこの町の記念すべき日となる。よくぞ大型邪妖を倒してくれました。あそこはユーラルム奪還の要となるでしょう。あなたのような方が教団に来てくれて本当に心強く思います。いえ、もっと強い邪妖、もしくは妖魔の情報をください。ニューベール、あまり行き急いでは
生き急いでなどいません。もっともっと強くならねばならないのです。私はずっと戦い続ける。人々を守るために。そしていつアルが帰ってきてもいいように。幸いヨーマの体が何百年でも待てる。アル、グズグズしていると追いつけなくなるぞ。私はこんなに強くなったんだ。準備はできたか、クリス。ええ、いつでも出発できるわ。悲しいか。そんなことはない。こんな別れいつものことだ。やっぱり優しいな、クリスは。大丈夫だよ。彼女たちはいつかきっと帰ってくる。私たちだったら何百年何千年と待てるだろう。そうね。待てなくなったら助けに行けばいい。簡単そうに言うな。どこにいるかもわからないのに。どこかにはいるんだ。見つければいいだけのことさ。それにどうやって助ければいいのかもわからないわ。何とかしようと動かないと、何とかできるものもどうにもならないよ。できるかどうかは問題じゃない。クリスが、私たちがどうしたいのかだよ。そうだな。さあ、私たちは私たちでやらなきゃいけないことを、まずは片付けよう。出発だ。東へ。この今日という日に君たちが集まってくれたことを非常に嬉しく思う。これから君たちはルルド教団の一員として世界を守るために働くことになる。時に困難に立ち向かうことになるかもしれない。絶望の壁が立ちはだかることもあるだろう。だがその時はどうか思い出してほしい。この夜と戦い続けている仲間がいること。深い夜の孤独に飲まれそうになっても、君たちは決して一人ではないのだ。そしてどうか忘れないでほしい。この世界の未来を信じ、種を残した者たちがいること。この種を守り続けることも君たちの使命だ。水をやれ、土を耕せ、そしていつか光を当ててやるんだ。必ずや美しい花を咲かせることだろう。その時が我々の勝利だ。おー、見ているか。二人がつないだ未来で残した種が皆の希望となっている。いつか必ず花を咲かせてみせるからな。絶対咲かせられる。二人のラベンダーは今年もこんなにいい香りがしているのだから。